川端です。よろしくお願いします。今回は鹿児島実業高校の問題です。4人で1回じゃんけんするとき1人が勝つ確率を求めなさいという問題です。ぜひ動画止めて考えてみてください。はい、それではね、解説していきます。まずじゃんけんなんですけども、まあ3人までだったら樹形図書いてね、やってくれてもいいのかなと思うんですけど、まあ、4人以上になった時に樹形図書くとはちょっとしんどいかなというふうに思います。まずは、全体の場合の数ですけれども、まあ、4人 A、B、C、D の4人がいたとしたら、 A はグーかチョキかパー、それに対して B もグーかチョキかパーで、 C もグーかチョキかパーで、D もグーかチョキかパーっていう風にしてやっていくわけですから、まず全体の場合の数は、最初3通り、次3通り、3通り、3通り。3×3×3×3。つまり3の4乗で、これ81通りという風に出ますね。なので分母はもう81ということがわかると。じゃあ、分子に値するもの、その1人が勝つ場合ですけども、じゃんけんの問題はですね、2つのことを意識してほしいんですね。何を意識するかっていうと、勝つ人。で、また、どんな手で勝つのか。そこを意識してください。勝つ人。どんな手で。今、勝つ人を決めるのに、今1人だけしか勝たないわけですから、A か B か C か D の4通りありますよね。で、勝つ人を決めるのに4通りあって、で、どんな手か。例えば A が勝つとしましょうか。と BCD がどんな手だったら A が勝つかっていうと、例えば A がグー出したら残りの人がチョキとか、 A がパー出したら残りの人がグーとか、 A がチョキだったら残りの人がパーとかいう具合になりますよね。そうするとこれ3通りありますよね。どんな手でって言われたらこれ3通りですね。で、 A が勝つ場合が3通りあるんだから、もちろん B が勝つ場合、C が勝つ場合、D が勝つ場合もそれぞれ3通りですね。だから 4×3、3×4。ということで、分子がこのように決まって、で最後約分して、ピッピと27。ということで、答えは27分の4という具合に出すことができるよということですね。4人で1回じゃんけんしたときに1人が勝つということで、誰が勝つのか。どんな手で勝つのか、この2つを意識してください。で、分母に関してはね、樹形図を書く要領で、やっていって計算できることに気づきますからね。3×3×3×3でね、できますので、このように、やれるということになります。わかったかな？以上で解説終わります。では。